平凡に元気ですか？ IFBB プロの金金です。今日の動画では肩のトレーニング、さらに細かく言うと肩のこの後ろの部分、リアの部分を鍛えるのにとても効率のいい種目を3つ紹介したいと思います。で、肩のリアをしっかり鍛えることのメリットがいくつもあるんですけど、まあ、その中の一つとしては、まあ、肩の後ろをしっかり作り込むことによって肩のサイドとかフロントがより際立つというか押し出してくれて、まあ、より立体感のある、まあ、外見的にはもう 3D 感のある肩が作れます。で、もう一つが、まあ、よく他のトレーニングとかで見るんですけど、まあ、日々の仕事の姿勢だったり胸とか、まあ、肩のフロントサイドばっかり発達して、まあ、肩が結構一日中内旋した状態とかちょっと姿勢が悪い状態が続くと、まあ、肩のトレーニングとか日々のトレーニングで、まあ、肩がより怪我しやすくなってしまう。そういった怪我を避けるためにも肩のリアをしっかり鍛えて、そして姿勢がしっかり起き上がった状態で、まあ、綺麗なフォームでトレーニングすることも、とても怪我を防ぐためには大事です。それでは早速今日は3つの種目を紹介していくんですが、いきましょう。レッツゴー。OK、 早速1種目目にこのラットプルマシンを使ったフェイスプルのバリエーションをやります。アタッチメントはこういったアタッチメントを使って後ろ向きに座って握ります。で、こうやって座り込んで拳はややプロネートした状態、こうハの字にした状態から引きます。で、気をつけてほしいのは胸の方にこうやって引いてしまうともう完全に背中の種目になってしまうので、まあ、名前の通りフェイスプルということでもう顔に向かってこのまま肘を開きながら開いて開いて開いて顔に向かって引く、そしてまた伸ばしていく。しっかり最大の収縮、そして最大のストレッチ、収縮ストレッチ、まあ、この種目の大きなメリットは、まあ、例えばダンベルでベントオーバーフライと比べても、まあ、ケーブルなのでそのテンションが保ちやすいのと、あともう一つが重量がたくさん扱える。なのでこの種目を皆さんがやるとしたら回数はやや少なめ、そして重量多く、まあ、例えば4セット8レップとかでガンガン追い込むことをお勧めします。それでは次行きましょう。 OK、 2種目目はこのケーブルマシン、そしてロープアタッチメントを使ったまたフェイスプルになります。まあ、一般的なフェイスプルはおそらく、まあ、ケーブルのこのスタート位置は、まあ、目線ぐらいからまあ、こう後ろに下がって、でしっかり肩のリアをストレッチした状態からこのまま顔に向かって引くのが一般的なやり方だと思うんですけど、今回皆さんにやってほしいのはもう少し肩の外旋、こういう動きも入れたフェイスプルのバリエーションを試してみてください。早速やり方なんですが、最初はグリップ、オーバーグリップでこう握って、自分の場合はピストルグリップ、人差し指を出してやった方がダイレクトにリアの方に入りやすいです。ここからコース、ストレッチ、そしてちょっとダブルバインに入っているかのようなフィニッシュで2、3、肩の外旋も入れた、バージョンです。よくフェイスプルとかやっててもなんか僧帽ばかりに入っちゃうという人は、このやり方だと、まあ、かなり僧帽、に入らずにもう本当に肩のリアのダイレクトに入ります。ただし扱える重量はかなり落ちます。なので皆さんこのバリエーションでやるときはちょっと重量、そしてエゴを捨てて、しっかり聞かせてください。この種目は比較的高回数でやるのに、適しています。なので自分だったら4セット15から20レップでやっていきます。それではいきましょう。 OK、 3種目目で最後のリアデルタの種目になります。またこのケーブルマシン使います。で、アタッチメントは下の方から今度は来て、で、グリップは普通にニュートラルグリップで、このまま何歩か離れて上体を倒して、しっかりとリアデルトでストレッチがかかった状態、ここからがスタートになります。で、気をつけてほしいのがこの肘の角度、これは残します。このまま引きます。他の種目で例えると、例えば、ダンベルリアデルトフライがあると思うんですけど、まあ、それは結構重量を扱うための種目には最適で、結局なんかこの肘の角度もこう変えながら、まあ、重量を扱っていくのに対して、こちらはアイソレート種目、肘の角度を変えずに本当に肩関節だけでしっかりこうしてください。で、なるべく肩甲骨は開いたまま、引くと同時に肩甲骨を締めてしまうと、もちろん背中特に僧帽に入ってしまう、かなり難しいテクニックがあるんですけど、まあ、このまま
肩の関節だけ で手はあくまで引っ掛けてるだけ、肘の角度も変えずにやっていきます。で先ほどちょっとヒントをすでに言ったんですけど、まあ、コンパウンド種目と違ってこれアイソレート種目なので、まあ、扱える重量がかなり下がります。なのでその分回数を上げます。この種目は本当にフィニッシャーといってトレーニングの最後の種目にもバンバンパンプを追い込むのに、最適な種目なので、トレーニングでしたら最後の種目に4セット15からもう限界までバンバンいきます。もちろん重量の重さ軽さは人それぞれ違うので、正しいフォームを残しつつ、まあ、徐々に徐々にインプルーブして重量を上げていけるのが、理想なので、最初は全然重量扱えなくても、全然問題ないです。そこから徐々にビルドアップして、いけばいいと思います。それではいきましょう。OK、 以上僕が皆さんにお勧めする3つの肩乗り屋の種目を紹介しました。もちろん他にもたくさんいい種目は存在しますが、まあ、基本的に、自分はどの体の部位を鍛えるにしても、まあ、最初は、まあ、もちろんウォームアップをもうすでに終えていることが最前提で、重い種目コンパウンド系の種目を結構低回数で思いっきり追い込んでから、まあ、後から仕上げの動きとかに、回数がちょっと多いもう少し効かせ重視の、種目に入ったりします。とは言っても全部しっかりマインドマッスルコネクションをしっかりキープしながらやってるので、まあ、全部効かせるためにはやってるんですけど、まあ、こんな感じで皆さんこの3つの種目が少しでも役に立った参考になったな、ありがとうございます。LINEボタンでお知らせください。そしていつも通りコメント欄で皆さんのコメント感想をご自由に、サブスクライブしない方は登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。 Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon. Bye.